28歳、会社員男です。最近、知り合いの産業廃棄物業者の方から営業職として、キ抜きのお札を受けました。金属やスクラップ等を扱う産業廃棄物業界はずっと右肩上がりだそうです。えー、今後、長期的に見ても分かる業界なのでしょうか。ひろきさんの見解を浮かせてください。えっと、まあ今、輸送コストが高いっていうのがあって、割とその貴金属とかレア,あのレアメタル系っていうのはずっと値段上がってるんですよね、世界中で。 なのであの、まあ、それなりに儲かると思うんですけどただまあ,あの結局そのじゃあ,あのウクライナとロシアの戦争が止まりましたとかコンテナが元通りになりましたとかあの上海のストライキがあストライクじゃねえあの,そのなんかロックダウンとか終わりましたってなると、まあ、ある程度価格は下がると思いますけどただまあ,あの一回その落ち着きはするんですけど長期的にはそのレアメタルだったり金属系の,あの需要が高いよねっていうところ自体は変わんないんじゃないかなと思いますけど。